こんにちは。先日どうしても合コンがしたくて居酒屋の席にぬいぐるみを置いて5対5の一人合コンをやりました。合コン自体は盛り上がったのですが、やっぱり人恋しくなり、帰宅後ドラえもんに血が通ってる人間と合コンがしたいよーと泣きつきました。だけどドラえもんは無反応で何も言ってくれません。そりゃそうだ、だってこのドラえもんもぬいぐるみなんだから。僕の唯一のお友達、あータイムマシンで服ちゃんと着て友達がいた保育園時代に戻りてー。気づいた時には時すでにお寿司切れてそう。はい、ということで今回は神と巨人の間に爆誕した規格外サイズの幻獣、神話界最強の毒を持つ不死身の幻獣、世界を滅亡させたパワー系幻獣、無数の頭と腕で視覚ゼロの異形幻獣など最強の幻獣を8つほどご紹介していきたいと思います。てかヨルムンガンド。ヨルムンガンドは北欧神話に登場する毒蛇の幻獣で、漫画のキャラやタイトルにも使われているので聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。そんなヨルムンガンドの名前は巨大な精霊を意味していて、同じく北欧神話に登場する神であるロキと巨人との間で生まれた子供なのだそうです。ちなみに僕がこの時のお産の統括リーダーをしていて、主にお湯をたくさん沸かしなさいとスタッフにケトルのスイッチ入れるタイミングの指示出ししていました。またヨルムンガンドは常識をはるかに超えるほど巨大で、その規格外の大きさは人間界を全てぐるぐる巻きにしても余るほどらしく、世界一の異名を持っています。そのため普段は自分の尻尾を加えて生活しているそうです。なのでヨルムンガンドは体巻き尺みたいなシステムだったら楽だったろうなぁとよく友達のオロチマルに嘆いていたそうです。ですがそんな巨大な幻獣のヨルムンガンドにもライバルがいました。そのライバルというのは北欧神話の中でもトップクラスで強力とされている雷神トールで、なんと彼らは3戦中3回とも引き分けで終わったらしく、この結果からもヨルムンガンドは神にすら引き手を取らない強さを誇っていたことがわかります。テュポーン。テュポーンはギリシャ神話最強とも呼ばれる幻獣です。テュポーンの生みの親は大地の母としても知られている女神で、バキでもおなじみガイアで、このテュポーンを生んだ理由というのがギリシャ神話に登場する全知全能の最高神、神界のハンナ裕次郎、人間界のタレゾことゼウスを倒すためだったそうです。そんなテュポーンの姿はヨルムンガンドに引けを取らないほどの巨体で、星々にまで背が届くほどだったらしく、足から上は人間と同じですが、足から下は巨大な毒蛇がトグロを巻いた異形な姿をしていて、さらには肩から100を超える数の火を吹く蛇が生えています。またテュポーンは暴風を発生させ自由に操れたことから、まさに存在そのものが災害であると考えられ、タイフーンの語源にもなっています。ちなみに僕もテュポーンに存在が災害といじったら、ケツ穴に台風ぶち込まれて、なんかテンション上がったよね。そして宿敵ゼウスとの戦闘においては一度勝利を収めていて、再戦時には敗北しているのですが、この時は1対1の戦闘だったわけではなく、複数の神が協力してようやく倒せるレベルだったそうです。ですがそんな神々が集ってもテュポーンを完全に滅ぼすことはできず、テュポーンは今でもシチリア島のエトナ山の底に封印されているそうです。なお僕的にはテュポーンの封印を解いて世界に混沌をもたらしたいんで、最近はシチリア島に登るためヒロシチャンネルで一人キャンプ勉強中です。ヒュドラはギリシャ神話に登場する沼地を住処としていた幻獣です。実はヒュドラは先ほどご紹介したテュポーンの子供で、親の特徴を引き継いだのか、頭が複数ある猛毒の竜の姿をしていて、その頭の数は100にも及ぶと言い伝えられています。なおその100の竜のうち3分の2は毎日寝違えて頚椎ヘルニアになってコルセットつけてると言い伝えられています。またテュポーンの子だからといってテュポーンの介護官というわけではなく、なんと数あるヒュドラの頭のうち1頭には再生能力があり、しかも仮に頭が切断されても倍増して再生するといった不死身に近い能力を持っているのです。まあそれで言うと僕の股間のヒュドラも同じ能力持ってるんで、僕とヒュドラが戦ったら無限にお互い再生しまくって、ヒュドラの頭と僕のチンチンで宇宙が埋め尽くされて滅ぶと言い伝えられています。またヒュドラが操る毒というのも神話に登場する毒の中でもトップを争うほど強力で、たとえヒドラに触れなかったとしてもその近くを通っただけで猛毒に侵されてしまうほどだったそうです。このことから毒界のレジェンドフグもヒュドラの近く来ただけで、てっちりと唐揚げどっちがいいですかと白旗振ってたそうです。アジダハーカ。
アジ・ダハーカは古代ペルシアを起源とするゾロアスター教に登場する三つ首の竜です。アジ・ダハーカはゾロアスター教に登場する最強の暗黒神アンダ・マンユが生み出した幻獣で、三つの首はそれぞれ苦悩、苦痛、死を象徴しており、あらゆる悪の根源的な存在とされています。つまり僕の左乳首、右乳首、ツノチンコが青春、初恋、死を象徴しているのと似てる感じです。またアンダ・マンユから生まれたということもあり、その強さは折り紙付きで、キュドラのような再生能力はないものの硬い鱗で覆われており、さらには首や心臓、頭などを潰されても死ぬことはなく、それどころか傷口からは血ではなく害虫や毒蛇が溢れ出してくるという限りなく不死に近い性能を持っています。ただし僕の方からカブトムシが出た時はすぐ連絡するようにとだけは口酸っぱく言ってるのでご安心ください。そして最終的にアジ・ダハーカは生きとし生ける全ての生物の3分の1を滅ぼしたとも言われていて、まさに僕のツノチンコ同様、死の象徴にふさわしいほどの恐ろしい力を持った存在と言えるでしょう。スルトは北欧神話に登場する最強の巨人族です。スルトの持ち味は他の幻獣たちのような特殊能力ではなく、シンプルなパワーであり、巨人特有の巨体と炎に包まれた体から生み出される爆炎をまとった一撃は世界を滅ぼすと言われています。そしてこれは粘り気をまとった納豆が我々の胃袋と脳を一撃で支配すると同じかなって、納豆一筋60年の近所のジジイがほざいております。またこの表現は決して例えではなく、北欧神話ではラグナロクと呼ばれる世界最後の戦いが描かれていて、ラグナロクの後に世界が滅亡してしまうのですが、その世界滅亡を引き起こしたのがこのスルトと言い伝えられています。まあ僕は基本夜型なのでこの時寝てて気づかなかったんですけど、カーテン開けて外見たら世界滅亡してて腐って感じでしたね。フェンリルは先ほどご紹介したヨルムンガンドの兄弟にあたる北欧神話に登場する狼のような幻獣です。とはいえフェンリルは当初ヨルムンガンドと並ぶような強力な幻獣ではなく、普通の狼のような姿をしていたのですが、日に日にその体は肥大化していき、いずれは天敵となると神々から恐れられ拘束を計画されるのですが、肥大化すると同時に顎の力も発達していき、北欧神話の最高神でもあるオーディーンが用意した鎖を持ってしても食いちぎられてしまい、捕獲することはできませんでした。ですが僕は自治会会長としてフェンリルのノーリードでの散歩は認められませんよと心を鬼にして集会所で意見しました。これも時代だね。ですが最強の強度を誇る魔法の紐グレイプニルによってようやくフェンリルの捕獲に成功し、神々は一時的にフェンリルを封印することができました。ところが北欧神話における終末の日であるラグナロクではこの紐による拘束も解けてしまい、最終的に上顎は天につくほど、そして下顎は地につくほど口を開くことができるようになったフェンリルは、因縁の敵であり最高神でもあるオーディーンすらも飲み込んでしまっています。なのでフェンリルは次の飼い主が見つかるまで自治会のみんなで餌代出し合おうって話に今はなっています。パズズはメソポタミア神話に登場する幻獣で、アッシリアとバビロニアで崇拝されていた悪霊の王様とされています。パズズは獅子の頭と腕に4枚の翼、サソリの尻尾に蛇の男性器を持つというかなり異形な姿をしています。ちなみに僕が以前パズズの男性器に、君は蛇なのかい、チンチンなのかい、君の考えを聞きたいんだと優しく語りかけたところ、セクハラで訴えられました。また戦闘能力に関しては風や熱風を自在に操ることができ、これによって人々を飢え死にさせてきたのですが、実はその風の中には病原菌までもが含まれていて、たとえ相手が神々であったとしても風を浴びせるだけで倒すことができたと考えられています。なので2月7日までは夜8時以降パズズ引き連れて渋谷巡回したいと思います。そしてこういった背景もあり、一部ではパズズイコール災害の具現化説も語られているそうです。ヘカトンケイルはギリシャ神話に登場する巨人族の一人です。ヘカトンケイルは北欧神話最強の巨人であるスルトと同様のパワータイプなのですが、他の巨人とは異なっていて50の頭と100の腕を持った異形な姿をしています。そしてここできっと皆さんは50の頭ってことはシャンプーするとき大変そうだなと思ったと思いますが、そこは100の腕があるから大丈夫なんだよね。また無数にある頭によってヘカトンケイルには視覚というものが
がなく、さらに複数ある腕を利用して大量の岩を同時に投げつけて攻撃してくるそうで、記述によると一つ投げるだけで地震が発生するほどの巨大な岩を同時に300個ほど投げたこともあったらしく、あのゼスの援護役としても活躍したことがあったそうです。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てヘカトンケイルって100本の腕で巨大な岩300個どうやって一気に投げたんだろうなと、数字の疑問が止まらない算数覚えたて小学2年生は、高評価とチャンネル登録、ベルマークの通知登録とアニメチャンネルとサブチャンネル